16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回は体に合った枕の3大条件として、枕の高さ、硬さ、そして表面が平ら、この条件の中でも表面が平らということについて考えていきたいと思います。よく、なぜ平らな枕が良いのですかという質問を受けます。このような凹凸のカーブの枕はダメです。もちろん高さを合わせた上で表面が平らな枕が寝返りに乗ったらとても重要なんです。このことを実際に実験しながら確認してまいりましょう。先生、なぜ枕は平らがいいんですか？ではこれから平らな枕とそうでない枕で実際に平らの良さというのを実験的に確認しましょう。横になってください。まずはこのように凹凸のある、サイドが高くて真ん中が低いとか、首元が高くて頭の下が低いというような凹凸の枕で寝返りがどのようになるかを見てみましょう。寝返りをしてみてください。腰から大きな力を出して、後から遅れて肩が寝返りを打つ。また逆も、よいしょと力を入れながら寝返りを打ってる。どうですか、寝返りは？寝返りしづらいです。力が入ります。とても寝返りがしにくいのが分かりますね。凹凸があると実際には寝返りがしにくいんです。これを平らで高さの合っている枕に変えてみましょう。もう一度寝返りをお願いします。肩と腰が遅れずに、ほぼ頭と一緒にコロコロと寝返りが打てている。これがスムーズな寝返りです。ありがとうございます。寝返りどうですか？すごく軽くスムーズに寝返りができます。今は覚醒状態で回転動作を行っていましたが、実際には寝てる時にもこれと同様にコロコロと力を入れず、意識せずに体の向きを変えられる。人間は必ず、20回前後の寝返りを夜間にも打つと言われていますので、いかにスムーズに力を入れずに寝返りが打てるかというためには、枕がフラット平らであることが重要なんです。多くのコマーシャルでこのような凹凸型の枕が寝返りが打ちやすいなどと言っているものもありますが、私はたくさんの論文を読んでみましたけれども、なかなかこういったものが実際に、実験的に寝返りが打ちやすいというデータは出ていないので、コマーシャルと実際は違うことも多いのかなと考えています。なぜ寝返りをそんなに重視するんでしょうか？寝返りは人間の生理現象なんです。寝返りの役割として体液循環、体温調節、そして背骨のリセット、修復、このような役割があります。人間は動くもの、動物ですので、必ず夜間寝ている間にも最低限は動かなければいけないんですね。もし寝返りができなかったら、体液循環、つまり血液の流れ、リンパ液の流れ、関節節々にある水の流れが悪くなって、一晩寝ても体が回復しにくくなります。むくみや血液循環にが悪くなる冷えなども起こってしまいます。一方、体温調節ができないと、体の一部分、上向きで寝た時には背中に熱がこもってしまって、夜間に、体温調節が悪くなります。また背骨のリセット、一日中日中に使って歪んだ背骨を夜間寝ている間に伸ばし、
椎間板の水分が回復して翌日また使える体になるためにはやはり寝返りが大事なんです。ですので寝返りが生理現象として重要であることが分かっていただけたかと思います。先生、この平らな枕だと上向きはいいかもしれないんですけど、横に来た時は高くした方が肩が楽になるんじゃないかと思うんですけど、どうなんですか？実はこれは高さの合っていない枕においては横向きで肩が圧迫されます。しかし適切に高さが合っていれば、実は横を向く時には真下に肩を引くのではなく、肩が少し前に出る形で横向く、つまり起きてる時の肩幅と横向きで寝た時の肩幅は実は少し小さくなっているので、肩の柔軟性、肩の動きが あれば横向きでも実は平らな枕で肩は圧迫しないんです。重要なことは平らであってかつ高さが合っていること、この2つの条件を満たせば横向きになった時に横のサイドの部分だけが高い枕というのは必要なくなるんです。理解していただけましたか？はい。このように凹凸枕については長い間歴史の中で、間違った見解が多くあるように私が研究してきた中では考えています。理想的に考える形の枕と実際に患者さんレベルの方々が体の症状が良くなるために必要な枕の条件というのは往々にして異なるんです。私と父が50年間臨床の現場で培ってきたノウハウやこの研究結果というのを信じていただければ、実際にこのように高さを調節した平らな枕、手作りでもできます。ぜひ一度信じて、ご自分でも手作りして試していただくことによって何より効果が実感できるものと考えています。ぜひ今晩から試してみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。